2014年スーパー GT 第5戦、富士、見事2位でフィニッシュでした。ただ非常に難しいレースでした、そのあたりちょっと感想を聞かせてください。まあ、今日のレースはまずスタート前に、まあ、天気予報はものすごく台風の影響で大雨の予報だったので、まあ、もしかしたらレースできないその可能性ね、十分あったんですけども、まあ、最終的にスタート直後にの時にその雨の量、まあ、そんな結構なかったんで、で普通にレースのスタートできて、本当にペース的にレースの序盤ですごい良くて、まあ、1回トップに出して、まあ、その後どんどん水の量が減ってきて、まあ、私たちはちょっとその路面の変化に対しては、まあ、タイヤの相性というか、そのライバルがチームショットがちょっとあんまり良くなかったんで、それでその僕のスティントの後半でベースはあんまり上がらなかったんですけども、まあ、でも、ね、僕の運転中はとにかくその、毎週毎週ミスしないずっと自己ベスト、まあ、自分のベストの走り、まあ、できればその後後半の松田選手につながれば、まあ、その後ちゃんとしてるタイヤを選べるから、まあ、その最終的に、後半レースの後半で松田選手が本当に素晴らしい走りしてくれて、まあ、ペースは後半のペースはトップと同じぐらいと同じペースだったん で、はい、で最終的に2番手、はい、まあ、チャンピオンシップを考えると大きな2番手だったんで、まあ、すごい嬉しいです。はい、次戦は、伝統の、1000キロレース鈴鹿なんですけども、まあ得意なレースですけど、次戦について抱負をお願いします。まあ、鈴鹿はハンデウェイト的に、まあ、結構、まあ、辛い状況になるんですけども、でも長いレース、ね、1000キロのレースだから、そういう、まあ、なんだろう、ちゃんと完走すれば、はい、まず絶対ニスモの皆さんが、素晴らしい車の準備、あとミシュランも素晴らしいタイヤの準備してくるので、普通にすれば鈴鹿でも、まあ、いい結果を出すので、はい、まあ、とにかく集中して、はい、鈴鹿でも精一杯で頑張りたいですね。はい、今回のレースはイタリアから友人の、ダビデさんが、応援に駆けつけてきてます。ダビデさん、最後に僕 の、 カートの先輩、子供の頃からずっと友達で、まあ、イタリアから今回応援に来てくれたんで、グラッチェ。ロリさん、チャオ。最後、ファンに一言お願いします。まあ、本当、今日僕レース前に一番心配したのは、ファンの皆さんはもしかしたらレースを見れない、ずっと雨の影響で、でも最終的にファンの皆さんが、まあ、みんなの走り、まあ、レースを見れたんで、あといろんな、ね、バトルとかそれもあったし、まあ、ファンの皆さんが、ね、最後まで残ってもらって残ってくれて、すごい皆さんに感謝です。素晴らしい応援ありがとうございました。Ciao, ciao. Bye-bye.